毎度ありがとうございます。はい、シュプリームテラテラです。それではウィーク16、海外 US と EU のオンライン見ていこうと思いますが、今週は、イタリアのバイクメーカードゥカティとのコラボレーションのアイテムが登場いたします。オンライン限定のアイテムですとか、まあ、店舗でしか買えないアイテムなども多数出てきますので、しっかり見ていきたいなと思います。レギュラーアイテムも見ていきますよ。それでは発売日当日の全店舗の天気です。東京曇り時々晴れ、最低気温16度、最高気温26度。名古屋晴れ時々曇り、最低気温17度、最高気温28度。大阪晴れ時々曇り、最低気温16度、最高気温28度。福岡晴れ時々曇り、最低気温16度、最高気温25度。買いすぎ注意報。はい、それではまもなく12時になりますので、見ていきたいなと思いますけれども、今週はやっぱり T シャツですかね。ロゴ T、ロゴ T がすごく気になりますので、その後を見ていきたいんですけど、その前にやっぱりサッカージャージですね。サッカージャージの方、これはね多分オンライン限定なので、店舗には売ってないっていうことなんで、早くも出た。あ、すごいですね。これ更新ができない。 US は更新できないですよ、もう。はい、12時です。 US が更新できない。さあ、 EU、US ともにもう開けたらないっていう状態が来るんでしょうか、果たして。はい、US の方は今もうウェブ問題発生ですね。これはすごいな。まあ、EU の方、あ、 US 来るかな、 US 来るかもしれない。あ、来ましたね、来ましたね、来た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 、すげえ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 、ドゥカティばっかりですよ。はい、ジャージですね。はい、S から、XXL まで、はい、すべてありますが、特にホワイト人気なのかなと思いますけどね。さあ、果たしてどうなるんでしょうか。はい、EU も来ましたね。はい、EU も、はい、S から、XXL まで、はい、すべてある状態。大丈夫かな、これ。もうなくなってるのかな。いや、意外とそんなに人気がないとか、そんな感じなんでしょうかね。はい、1分経過しました。バイク売ってますね。バイクソールド。バイクオンラインで売ってるんだ。今気づいたけど、バイクオンラインで売ってこれすげえ。バイクオンラインで売ってたんだ。いくらだったんだろう。いや、これ失敗したな。バイク見とかないといけなかったな。ソールドアウト、ソールドアウト。オンラインで売ってるんですか、これ。いや、これあれでしょう。出てるだけじゃないですか。ひょっとして。多分、販売されてなかったんじゃないですかね、これ。さあさあさあ、ちょっと一回更新しましょうかね。なんだこれは、バイクが。これはネタですね、絶対。売ってないでしょ。T シャツ、これ画像が出ないですよね、重たすぎて。画像が出ない。これはちょっとやばいですね。ソールド、ソールド、ソールド、あ、ソールドなってますね。もうやっぱりすべてブラックがちょっと残ってる。はい、すべてソールド。はい、ちょっと US の方を見ていきます、先に。はい、T シャツなんですが、あ、これ結構こう余裕。あ、でもホワイト、ブラックともに人気ですね。ホワイトはやっぱりまあブラックですよね。シュプリームのロゴが、はい、ブラックだけが赤というような感じ。はい、他も見ていくけど、ようやく出た。はい、いい。あ、ソールド、レッド、ソ、あ、全部ソールドだ、これ多分。白 XXL 除いて全部ソールド。わー、早い。うわー、早いな、これ。US の方が若干余裕があった感じがしますね。はい、
ヘルメット、ヘルメット、あ、サイズあるんですね。 S から XXL まで、はい、洗いのヘルメットです。はい、続いて、T シャツもう一方の子も見ましょうか。いや早いなっていうかバイク、バイクですよ。画像が出ない、本当画像が合ってるかな、画像が出ないのちょっと困りますね。うん、はい、バイク T ですねこちら、はい、他こっちとかは、あ、この辺も結構もうソールドしつつありますね。早いですね。あ、これはサイズ残ってるんです。画像画像よ画像、うん、まあ、画像は後で見ましょう。すいませんねこれね、重たすぎますわ。まだこれ結構残って、あ、ソールドしてる、ブラックソールドしてる。レッドは、あ、レッドもソールド、あ、全部ソールド、全部ソールドです。 EU も早い大人気だ。下はこれはさすがに、うわ、ソールドしてる、ソールド、白が若干残ってますね、白が、はい、ちょっとおかしくなってますね今日ねうわー、バイク面白いなー。ああ、これ多分宣伝でしょうね。明らかにカートインできるようなものじゃない、うん、ディーラーか、あのショップでって書いてありますもんねこれね。オンライン販売ないでしょこれグローブ、グローブも、サイズあるみたいですね、はい、あ、ソールドしてる。 US 一回更新しとこうか。あ、もうだいぶ軽くなってきてくれましたね、うん、ゆっくり見ていきましょう。はい、レギュラーアイテムも見たいんですが、先にいろいろ見ていこうと思いますけど、うん、キャップなんかは、うん、キャップなんかはまだ残ってますけど、やっぱり EU すごいですね。 EU は全部完売、うん、US はやっぱりこうハーレーとかね、やっぱりそのあたりが人気なんでしょうけど、すごいな、全部ソールド、あ、全部ソールドですね、うん、EU はもうヘルメットぐらいじゃないですか残ってんの。ヘルメットももうなくなりそうですね。いや、まだ6分5分以内にこの辺は、あ、この辺は残ってるんだ。トラッカージャケットがなぜか、え、これおかしいな。でも全サイズ、あ、ソールド、ソールド、ソールド、はい、全部ソールドでした。はい、 US も全部ソールド。あ、白、ホワイトは結構まだトラッカージャケットいけそうですね、うん、トラッカーパンツも比較的まだ余裕がある。うん、でもまあ全部なくなりそうですね。いや、意外と数少ないんじゃないかなこれ、全体的に。うーん、なんかそんな気がしますね。まだ T シャツいけるんだ、うん、T シャツは結構数ありそうですねこれね。 T シャツは数あるけど、その他がもう本当に数がないというか、うん、T シャツは結構数あるぞこれ。 US だけですけど、見てて EU なんかはどうなんでしょうか。バイク T 全部残ってるけど、あ、ソールドしてるな、やっぱりソールドだ。これ今日なんかおかしいですね、全部ソールド、うん、ソールドしてます。はい、じゃあレギュラーアイテムちょろっとだけ見ましょうかね、はい、うわ、これはすごい人気、数が分かりませんけどね、なんか少ないような感じがしますよね。わあ、ピンク、ピンクが EU ではちょっと人気出てますね。ピンクが若干サイズ掛けしてるって感じです。 US はもう全部残ってる感じですね。はい、 US は
全部残ってると感じ。はい、続いて、洗いソールソールしたかな、これこれまだ残ってる S だけもう残すは洗いのヘルメットだけって感じですね、うん、ウォーターショーツこれ持っていきましょう。ウォーターショーツ、ウォーターショーツですね。やっぱりこれはブルーの、こちらが人気になるんじゃないかなと思ってますけど、また季節的に早いのか動きはあんまりないですね、うん、これもそんなにどれがっていうのはないですね、はい、ちょっと画像出ませんね。このあたりものすごく重たい、はい、で、あ、これですね、ウォッシュドチノツイルキャンプキャップ、これが、まあ、一度販売されてたんですけど、色が変わって、はい、また新色で出るって感じで、デザートかもですねこれ。うわ、すごい色だな。デザートカムが、ちょっと出てきてますね。まあ今季デザートカム結構、うん、押してますからね、シュプリーム。ないっすね、うん、ひょっとしたらデザートカムで今年はバンズとかね、ひょっとしたら来るかもしれないですよね。まあバンズ今年あるのかどうなのかっていうのもちょっと分かりませんけどね。バラクラバは全く EU が画像が落ちてきてくれないな。まあ今のところ全て残ってるという状態ですね。はい、続いて最後キーチェーンですね。これ結構数あると思うんですけど、私ブラック欲しいですねこれの。はい、まあ、気になるピックアップ動画をねちょっと今週は出させていただきましたけども、その中でもちょっとお話しましたが、やっぱりこれはちょっと欲しいなって感じですねうん、これは余裕で買えそう、うん、はい、さあどうでしょうか、皆さんこれは人気なのか、それとも数が少なすぎるだけなのかわかりませんが、これはおそらく出てるだ出ただけでしょうね、出しただけでしょうね初めからソールドみたいな、そんな感じじゃないですかね。これも受注生産ですからね、うん、このバイクが買えた人だけが買えるっていう、うん、なんかそんなルールみたいなんで、はい、まあかっこいいですね。まあ話題性ものすごくあったんじゃないかなというふうに思いますね。サイズ表なんかじゃ載ってないんじゃないかな、それ。これひょっとして。ちょっとサイズ表見てみましょうか。そうですね。やっぱりサイズ表載ってませんもんね、ここにね。もう最初からない。最初からないアイテムを載せてきたって感じですねいや面白いなシュプリーム、はい、まあ一応サイズ表を開けたんでちらっと見ていきましょうかね、はい、インチ表記になってますので 2.54、かけてください。さあ、じゃあちょっとおさらいの方だけしていきますが、バイク、スーツ、それから、レーシングジャケットは一応乗ってますけども、おそらくもともとソールドだったのかなというような感じですね。洗いにつきましても、全てソールドしてない、あ、リストックしてる、うん、US の方ではソールドいたしました。はい、まあ一応、ドゥカティの分だけ見ていこうと思うんですけどもね、はい、手袋の方もソールドとなっております。サイズありましたんでね、狙われている方気をつけてください。はい、続いて、レーシングジャケットですね、こちらすべてソールド、すべてソールドいたしました。これも早かっ
ったんじゃないですかね。はい。で、こちらですね。続いて、これか、トラッカージャケットか。トラッカージャケット。はい。ブラックエルまで残ってます。ブルーソールド、レッドもソールドと。で、EU の方は、ブラックソールド、ブルーソールド、ホワイトソールドと。感じになってます。ホワイト、まあ、ちょっとねサイズの加減、減り方がなんかちょっと分からなかったんでどれが人気っていうのはちょっと分かりませんけども、まあ、ホワイト比較的まだ狙いやすいのかなというふうな感じでしたね。はい、続いてサッカージャージの方ですけど、まあ、これ今多分リスしてるんでしょうね、うん、まだちょっと US 若干余裕がありそうですが、オンライン限定、はい、全てもちろんソールドしております。はい、US は少しなんかこれ残ってるのかな、リストックですかね、リストックが来てるようなそんな状態でございます。はい、オンライン限定ということで、はい、日本では、かなり、まあなかなか難しいんじゃないかなと思いますね。はい、ホワイトが残ってます、パンツの方ですね。ブラックソールド、はい、すべて、EU はソールドという感じになっております。はい、続いて T シャツの方ですけれども、 T シャツの方も、US ソールド、 EU ともにソールドと。もうすごいなこれ、大人気ですね。で、こちらですね、ロゴ T ですね。これちょっと数多そうですね、数多そうです。はい、US なんかはまだ残っております。これ嬉しいですね。で、 EU は全部ソールドになってるというような状態ですね。はい、T シャツ類は比較的数が多いんじゃないかなという印象でした。はい、そしてキャップですね。キャップにつきましても、すべて、ホワイト残ってますね。 US の方は、EU の方はすべてソールドになったという感じですね。はい、以上が、まあ、コラボの、まあ、アイテムでございました。レギュラーなんかは、まあ、比較的今全部残ってるような状態です。はい、皆さんは今週、いかがされますでしょうか。バイク買われる方は、正規ディーラーに問い合わせしてみてくださいということで、今日はこの辺にしたいなと思います。ありがとうございました。それではおやすみなさい。